2020年3月26日、春休みに1日目ウェブ朝倉学校の後半、理科編で植物のことをやりたいと思います。10分でわかる植物の基礎ということです。それでは、はい、今ちょうどあの春の季節ですので、ぜひ自然観察を、草花を観察してみてください。で、それはすでに私の YouTube 上に自然観察の動画を上げてありますので、ぜひ見ていただければいいと思うんですが、ホトケノザというシソ科の花ですね、植物です。そしてこれがカラスノエンドウですね。カラスノエンドウ、ちょっと赤い、かわいらしい花を咲かせております。それから、青っぽい小さな花が大犬のふぐりという花ですね。はい、さて、で、杉菜とつくし、ちょうど今の季節出ております。杉菜、青いやつが杉菜、緑のやつが杉菜で、つくしが真ん中に立ってますね。はい、土の筆と書きます。さて、それではまず植物を分類してみたいと思うんですが、植物の分類というのは 陸上に住んでる水中の植物も含めて分類していきますと、植物は主に水中と陸上に分かれます。植物の定義というのは、実は高校に行くとさらに広がっていったり、さらに生物全体の中での位置づけが変わってきたりするんですが、いわゆる一般的に皆さんが植物と思っているものを中学では植物として扱って分類しますので、水中にいるか陸上にいるか、そして、異管束という水とか栄養分の通り道の管を作るのか、茎葉を作るのか否か、そして種子を作るのか、胞子で増えるのか、種子を作るのかで分類できます。で、種子を作るグループの中がさらにこういうふうに分類できます。さて、YouTube で見てる人はここで画面を止めて、この空欄を自分で補充した後にこれからの答えを聞いていただいてもいいんですが、次にしましょう。はい、それでは、まず水中にいて異管束も、胸空気波もないやつが、藻類と言っております。で、実は高校に行きますと、この藻類というのは一つのグループではなくて、いくつかのグループに分かれているということをが学ぶんですが、中学では、まとめて藻類というふうに、藻の仲間というふうに言いますね。で、陸上化した植物はコケシダ種子というふうに分離されます。で、異管束を作らずに根茎葉がなくて、種子を作らずに増えていくやつがコケ、杉ゴケとかゼニゴケが有名ですね。で、異管束、これは、茎ですね。茎でその中に水や栄養分の通り道の管を作る、で、根茎葉を作るやつがシダ植物と種子植物です。で、種子植物は、種子を作るというのが特徴です。で、シダ植物がさっき出てきた杉菜ですね。さて、種子植物の中がさらに2つに分かれます。胚種、将来、種子になる部分が裸であるというものですね。で、裸子植物、子供が裸だから裸子植物。そして将来種子になるところが胚種、将来種子になるとか子房という、将来果実になるものに覆われるやつが皮脂植物です。で、子供が覆われるというふうに書きます。で、皮脂植物の中にさらに、単生類と総生類というのが分かれまして、種子の中に入っている子葉が、子葉というのはこれですね、種の中に入っている将来植物体になるこの構造が一つなのか、子葉が一つなのか、植物体になる、肺の中にこの、本当これ葉じゃないんですけど、葉のように見えるのを子葉というふうに表現してしまってるんですが、子葉という栄養分を蓄えるものが1枚なのが、単子葉類で、2枚なのが総子葉類ということですね。で、その単子葉類と総子葉類には、平行脈か網状脈という、その葉脈なんかの違いもあるんですが、そこら辺はちょっと今日は、省略して簡略バージョンでいきたいと思います。これ今日の内容全部丁寧にやると10分で終わらないので、大雑把に見ておきましょう。単子葉類と総子葉類で、総子葉類の中に花を
花が、バラバラに花びらが分かれる、リベンカ類と、それから花が花びら花弁同士がくっつき合ってる合弁花類に分かれますという形ですね。さてそれでは、次に、紫つゆ草というのは実はここに、ここよく分類がポイントとなるんですが、単生類は穀物です。稲、あわ、きび、麦、とうもろこしなどの穀物のイネ科の仲間とユリとチューリップ、大カナダも紫ツユクサなどが単生類です。で、裸子植物はイチョウとソテツと松杉もみなどの針葉樹ですね。イチョウとソテツで裸子と、この皮脂の単子葉をしっかり押さえておくと、それ以外は総子葉というふうに捉えていただいて、消去法で捉えていただいていいので、裸子と、単子葉を押さえてください。でそうしますと単子葉の中に実は、紫ツユ草ありますので、これ単子葉類なんですね。これちょっとある年の、高校入試問題でちょっと意地悪な問題なんですが、単子葉類という選択肢があればいいんだけど、単子葉類という選択肢ないという形になりますので、実は一番広いグループである種植物の中に、一応含まれるということで A が正解ということになります。さてでちょっとここはちょっと今日は省略して、一番簡単な必植物の花の作りについて見ておきたいと思います。さてこの花の作りの名称と、それから名称分かりますでしょうか。YouTube を見ている方はここで一旦止めて空欄を補充してから見てみてください。じゃあ次進みますね。はい、こうなります。で、雌しべの先端のところを中頭と言ってます。中頭で、雌しべの中頭と花柱という、この雌しべのその柱のところを花柱と言ってまして、それと子房ですね、将来果実になることが多い子房のところを合わせて雌しべと言ってます。雌しべと言ってます。で、実は高校に行くと子髄という、メスの髄と書きまして子髄という表現もします。さて次に、おしべの方は薬という花粉の入れ物と花子、花の糸と書くんですけど、それまでを立ち上げている、構造合わせて、おしべと言ってます。高校に行くと有髄という言い方もします。さてそして花びらのことを正式名称では花弁と言います。花弁、そしてその麓にあるのが萼ですね。でここに花梢というのがあります。実は、付け根のところなんですが、花梢というのがありまして、この花梢というのが実はある論点になったりすることがあるんですね。さてそれはもうちょっと後でいきましょう。さてその花は受粉をして最後に種子を作って果実も作っていく流れに行くんですが、ちょっとここでもまた空欄を考えてください。花粉が何々に何々して受精が始まる。であとこの構造はなんで、最後こういうふうに何か果実ができますね。の中にはどういう形になっているのかということです。さてここも空欄を、YouTube の人は補充してから見ていただくとよろしいかと思います。じゃあ答えいきますね。はい。花粉が中頭、雌しべの先端ですね、中頭に受粉して受精が始まると。で、受粉と受精というのは、ここの中頭の先端に張り付くことが受粉です。で、受精というのは実はちょっと高校に行くと学ぶんですが、ここから管が伸びてきて、ここまで行って初めて精子と卵が、精細胞と卵細胞が合体するというのがありますので、受粉がここで、受精はここら辺なんで、実は受粉の後しばらくして、移動して受精が起こるという話があります。それは高校で学びましょう。じゃあ次、ここの子房ですね。子房というのがこの雌しべのふもとの膨らみで、その中に胚種というやつがあります。で、この胚種というものが将来種になる部分ですね。で、子房が多くの植物の場合にこれが果実になるんですね。果実になります。で、ただ実はこのさっき注目した花梢というところ、この子房が果実になることが多いんですけど、
花椒が果実になる植物もあります。でこれを偽果と言います。偽の果実というんですね。で実は脂肪が果実になる、まあ、多くの主流派のことを真の果実ということで真果と言いまして、この花椒がここの部分が膨らんでここを包み込んで果実になるやつが偽果というやつで、リンゴとかイチゴなどのバラ科が偽果なんですね。で実は梨もバラ科です。だから実はフナッシーというのはあれ偽果なんですね。偽果、進化ではなくて偽果なんです。で昔私のすぐ家のそばの、船っ子畑に2013年の3月24日ちょうど今頃ですね、フナッシー来ました。まだブレイクする前。それで子供の質問に質問しました。子供がフナッシーはオスですかメスですかと言ったら、フナッシーが見事な答えをしまして、果実なしって言ったんですね。さすがですね。オスでもメスでもない果実なしってことですね。はい、ということで、本日は必須植物の花と果実の作りということで、これで短縮バージョンとしておしまいいたします。ご清聴ありがとうございました。10分後にちょっと社会編的編をやります。